100万円出します。ありがとうございます。ありがとうございます。まあご迷惑をおかけしたこともそうなんですが、まあ、それ以上にですね、僕はですね、ブラック企業育ち大好きです。あのね、もう令和の虎出てくるたんびに志願者さんがちゃんと過酷な環境を乗り越えたか、そこで働いたことあんのかみたいなのはめっちゃ実は気にしてるんですよ。でね、やっぱそういうのない人って結局迷ったりとか行動力がなかったりとか、なんかね、足止まる人多いんですよ。うん、やっぱ田上さんは今まで培ったこのブラック企業能力が高いと踏んで、もうコロナ禍も全部吹っ飛ばしましょう。ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、もう本当に感極まりました。本当にやりましょう。ありがとうございます。いや、まだオールになってない。はい、あ、すいません。あの、担当職人言います。本当にあの虎の皆さんのご協力の賜物だと思います。三浦川長、よろしくお願いします。僕が全額っていうことでいいですかね。はい、で、他の人たちはいらないっていう。わ、はい、かりました。おや、おや、おや、ちょっとそういうことね。よろしくお願いします。あ、それは全然僕は大丈夫ですけど、まあ専門家がいいんでしょうね。いや、そうですね。